宿に到着しました。一番奥だそうです。いや、別府大学駅から歩いてきたらめっちゃ遠かったっていう。正気って言います。はい、それではお部屋を探索していきます。下駄です。傘2本。こちらが、コーヒーとかお茶が置いてあります。テレビ、これじゃ見ないと思いますけど、テレビは大きいのがあります。お湯も出ます。おっと、こっから露天風呂見えます。後で入ります。もう一回入ったけど。で、明日の準備 OK で、受付でゆで卵無料なんで、3つもらってきました。1個食べました。キングサイズのベッド、縦でも横でも眠れる感じですね。疲れたんでゆっくり今日は寝ます。はい、これが洗面。なんか手をかざすと水が出るみたいですけど、後でちゃんとやってみましょう。で、こちらがトイレ、自動で開きます。ではお風呂見てみましょう。こちらが内風呂になります。もう1回入りました。シャンプー、ボディーソープと、リンス置いてあるんですけど、ブレスのシャンプー持ってきました。で、こちらが露天風呂です。ちょうどいいお湯でした。あと何回入れるか楽しみです。吹き抜けで、セクシーショットがあるかな。後でまた入ります。湯気出てます。あったかい。
変わりました。帰り見るかか。マックもあります。気になってたナルトうどんにします。簡単うどんのダブルス、うまそう。ございます。神奈川温泉日本旅館器花部ゆいや、お世話になりました。のんびりできました。